こんにちは、トコチャンネルです。今日は、ダイソーさんへ、ジンジャークッキーのクリスマスカードを買いにね、行ってきたんですけど、残念ながら2店舗回りましたけど、売ってませんでした。で、最初に行った店で、取り寄せできるかなと思って、見てもらったら、なんか箱にね、6種類ぐらい、多分6種類、色が6つパッケージになってたんで、中が何入ってるか見えないんだけど、クリスマスカードセットみたいな感じで箱で売ってて、パッと見えたのがクマちゃんのサンタさんだけ絵が見えてて、ジンジャークッキーは見えなかったんだけど、多分その中にあるんじゃないかって店員さんと話してて、それが箱でしか買えないって言われて、72個入ってる。さすがに7200円かけれんなと思って、それ諦めてきました。はい。代行できますよってしてたら教えてくださいね。ジンジャークッキーとね、ちなみにクマちゃんのサンタさんも可愛いなと思ったから、代行してあるよっていう人がいたら、ちょっとコメントください。で、今からね、購入品紹介していきたいと思います。だからそれ、目的のものを全く買えなかった、腹いせんにね、ちょっといろんなもの買ってきました。まずね、スリーピー、ダイソーさんの300円ショップ。で、300円じゃないんで500円なんですけど、クッション。これね、手触りがね、めちゃめちゃいいんだけど、全部見せれないけどね。これね、2個ね。部屋のね、模様替えするときに、したときの、長座布団みたいな、座布団とか長クッション、なんていうの？長いね、クッション。買ったんだけど、3980円も出して、すっごい薄かったの。歌い文句がさ、下手ったソファーが蘇るとか書いてたから、いいかなと思って買ったら、めちゃくちゃ薄くて、しかも、前、セリアさん、セリアさんの購入紹介してないんだけど、ちょっと行った時にね、友達と。そこの横に、新しく、9月の末だったかな？いや、10月の末くらいにオープンしたインテリアショップさんで、同じような座布団が700円でね、売ってたの。で、それ買ったんだけど、その上にさらにこれね、置いて2人分。長だから2人座れると思うから、買っておこうかなと思って。か、まあ、1個だけ置くか。まあ考えてるんだけどね。私が座ってるのはね、座布団なんだけど、座布団ね、まだ実はね、あるのよ。使ってないのが2つぐらい。私が座ってるのは、ぺったんこになってるんだけどね。会場も過ぎて、プレスしちゃったみたいな感じでね。で、すいませんね。ダイソーさんの紹介、今、スリーピーさん紹介してね。で、ダイソーさん行く前に、ちょこっとだけね、セリアさんと、あと、ミンネで買ったものを紹介したいと思います。ミンネさんの店で、クリスマスのね、メッセージカード。これ一回ね、もう実は買ってるんです。中身見てめっちゃ可愛かったんで、で、多分、ファイル、販売用のファイルの中身で紹介してると思うんですけど、入れたんですよ。6冊ともに全部。で、もうちょっと欲しいなと思って見たら在庫あったんで、もう一束追加して購入しました。残ってもね、来年でも全然クリスマス問題ないし、もう私クリスマスの作家さんのメモっていうのはちょうど今年ほとんどなくなったんですよ。なんだかんだ。1枚か2枚残ってただけで、抜いたらもうなくなったんで、ちょっとね、来年、早めに作った時用にちょっと在庫あった方がいいかなと思って買いました。で、あとセリアさんにね、これもちょこっと行った時に、あんまりにも少なすぎて、動画に撮れんと思って置いといたのがあって、それの購入紹介したいです。したいですね。これ、オーロラフラワーっていうのかな？オーロラローズ、オーロラローズだ。で、これと、あとピンクってあったから、あとイエローがあったかな？で、これは1個しかなかった、このオーロラ柄のね。綺麗じゃない？めちゃめちゃ。ね、で、ね、なんか、まだ普通の袋に入れてあるんですけど、まあ出したらね、これ多分1本でピッて刺した方が綺麗ちゃうかなと思いながら、じゃあ2個花瓶いると思いながらね。まあ、今日ね、ちょうどダイソー行った時に、前セリアさんで買ったような瓶が売っとって買おうかなと思ったけど、ちょっと躊躇した。まあ、また欲しかったら、どっちかで買えばいいし、まあ、花瓶なんだかんだ言ってあると思うんだよね。だいたい、まあ、ちょっと買わずに、これと、あとね、あと名刺。この前ね、セリアさんでね、お願いって、注文した、あれどこ行った？あ、あった。
注文したね、これ、あの、組み立てディスプレイ。これね、他のね、YouTuber さんがね、仕掛けで使って見えて、で、あーめっちゃええと思って作ってみたいってそのコメント書いて、書いてんやけど、で、マジで本当に作りたいもんで、交換便の方でね、これ作ってみようかなと思って、で、もう一人お礼便、まあ、だから一緒の作りをね、2冊作るんやけど、交換便は多分作るの1冊の予定なんですけど、それにね、その作ってるのを、動画をね、見て、真似して作ろうと思って、で、これを欲しかったもんで、注文してあるんやけど、まだ連絡来てないけど、その、この前行ったとこの店、別、注文したのは別の店で、いつも四日市に行く四日市の店なんやけど、これはね、違う、車で友達乗せてもらったこの店にあったのよ。だからもう、で、注文したところは、入るかどうかわかりませんって返事だったもんで、とりあえず、あった方がいいよねって思って、買ってきました。話長いな。で、あとね、これも面白そうと思って、フォトプロップス、なんかこう、これを枠でこう、何か物をね、後ろに置いて、撮るらしいんやけど、それのこう、飾りの枠らしいんやけど、この枠で、後ろにあの、OBB の袋で、シェーカーの窓ってしたら面白くないとか、あるいはね、これ扉にして、そのシェーカーにして、ペッて、閉じ取るとなんか見えて、ペッて開くとポケットとかなんかコラージュとかってなってたら、面白いかなと思って、って思ってできるかどうかは別としてとりあえず2種類。こういうね、こういう柄と、こういう柄の買ってきました。ちょっと、これもだから、お酒ファイルじゃないわ。交換便の方ね。で、使えたらなと思って買ってきました。あとね、これ多分持っとったんちゃうかなと思うけど、この模様に見覚えがあれで持っとったかなと思いながらも、こっちの見覚えがなかったもんで、記憶になるのは買っとけっていう、いつもの私のノリで買ってきました。で、あとね、このハムちゃんのシール。これグッズなんだかんだ買ってて、シール買ってなかったんで、多分使うつもりはなく保存するのに1個。てか1個しかなかったの。売ってなかったの。あと、最近お気に入りの星のシールね。これ今日ね、ダイソー行ったら、よく似たのがあったから、そっちでも買ってきた。で、前言ってた、懐かし通りの湯の、なんだっけ、レタスだけ買ってないって言ってたから湯の買ってきました。で、あと折り紙ね、2個。追加。7つ買ってるのに、7つ、6つだったかな買ってたのに、やっぱりちょっとね、もうなんか1個ずつ欲しいなって思って、買ってきました。はい。あとね、あとこれだな。アプリッケ。これを、コラージュに、これをって、これじゃないけど、お花のね、アプリケをコラージュに使ってる方も見えたんで、それは好きだと思う。かっこ、何度も言うけど、かっこいいコラージュはよくね、わからないの、そう、どうし、人のを見てはかっこいいと思うんだけど、自分がいつ作ろうと思うと、どうやってするんやろみんな。どういう感覚でこれを貼ったり、例えばラベルとかさ、英字のとかさ、なんかこう、いろいろいっぱい貼るやん、皆さんでスタンプをしたりとか。あの感覚がさ、本当になんか、わかんないのよ。人の見てかっこいいと思えても、自分で作ろうと思うときに、どう取っかかっていいかがわかんなくて。ただね、これはね、多分こういうのを使ってたのは、そういう、一面にコラージュじゃなくて、一部分にコラージュするときの、ポイントみたいなんで使って見えたんで、あ、それなら私も使えると思って、見に行ったら同じものはもちろんなかったん、あったかな?ちょっと覚えがない。いや、なかったと思うけど、まあ、見た感じで、ピンク系好き、ピンク好きだからピンク系と、あと、ミモザ売ってたから、あ、これ、スズランもね、好きだから、あ、これもいいと思って、二つ買ってきましたと。以上ね、セリアさんはほんとちょこっとだけだったんでね、さすがにこれだけで動画撮れないでしょ、少なすぎて。あ、そう思うのは私だけかもしれないけどね。ごめんね、私の基準では撮れないと思ったの。だってさ、今まだ9分だよ。9分でいいか、普通は。まあ、いっか。ということで、ちょっと、はけます。はい、私にとってはこんだけは、取るに足らない量なんです。はい。だからもしね、他に買ってなかったら、もう取らずにほっとこうと思ってたの。ほっとこうっていうわけ。で、続きまして、次、ダイソーさん、いきまーす。ダイソーさんはね、また、アホほど買ってきましたよ。まずはね、これ、ペーパーフラワー。ペーパーフラワーをね、デコレーションって言ったらあかんじゃない?コラージュ
私の中でも、もうデコになったのよ。デコで使いたいなと思って、その、昔これ売っと、これってか昔っていうかね、昔買ったの覚えとんのよ。バラの。あの、クリップにつけるのに。やけどもさすがにそれはもう今持ってないっていうか、ちょっと前まであったけど捨てたのよ、もう。もうぴったんこに潰れとったで。それで、またあったら欲しいなと思って、2軒目、今日ダイソーもあった2軒目に売っとったもんで、ちょっとまとめて買ってこようと。まだあるの、まだあるの。もうちょっと買ったの。結構ね、いっぱい売っとったんやけど、とりあえず4つ。こっちはね、4つしかなかったかな。これがね、結構もっと4つ以上あった。5、6個、6個、7個ぐらいあったのかな。でもこっちはね、色的に白は使うつもりやけど、黄色、青は、まあめっちゃ使わんなと思って、そのピンク系、赤系、暖色系が欲しかったもんで、そして白入っとんで、まあ無駄にはならんやろうと思って、これだけ買ってきました。ね。で、これもう潰したくないもんで、ちょっとね、別袋にわざわざ、入れるときにね、あの、買い物袋3つ4つ持って買い物行くで、別袋に分けてきたらもう潰されやんようにそうって思って。なんでこれも履けてね、潰れないところに、ちょっと移動させます。はい、続きまして、次ね、これ。見えるこれ字書いてあるの。おしゃれちゃうとか見えやんよね。それなんか白い背景ない?で言うと、いつものコピー用紙が出てくるんだけどね。コピー用紙がいつもそばにあの、のり、まだ2枚取ってもらった。のり付けするときにコピー用紙ピッてのベース、ね、引いてするもんで。多分こうしたら、あ、そういや、また、あれやね、大理石の、あの、貼ったやつ使ってないの、私。思い出すぞ。使うぞ。今から引くぞ。いやそうそうそう。購入品紹介。なんか持ってきた。購入品紹介のときは、これ引きますって言っとったのに、よいしょ。いつも使うの忘れとんね。急に出てくるという。見えるかなこれ。うん、これ、これだからいいね。じーとこええね。おしゃれちゃうと思って。めっちゃおしゃれやんと思って買った。おしゃれでね、こういう額縁をね、立てるスタンド。ちょっと絡まった2個買ってきました。で、ただこれね、このまま飾ると、これ、鎖が邪魔やん。だってこうやって飾りたいな、見える?こうやって飾りたいなと思って買ってきてないけど、どうしようかなと思って、後ろに白い紙をそーっと貼るか、貼ったらね、もうこのチェーン見えやんと思うで。か、もうチェーンを、ここから外すか、こう、あの、ペンチでずらしてね。うん、まあ、玄関に飾ろうかなと思って。なんでも玄関ね、この前ね、あの、お客さんが見えてね、あの、玄関しか通してないんやけど、綺麗に飾ってますねって褒められて、ちょっと、うちょうってなってる。自分で言ううちょうってなって。うちょうってなって。それから、あと、これ、ダイソーで買ったんですけど、あの、ケア部屋のピンクあったの。ずっとさ、私セリアで買っとるもんで、ね、セリアで探しとって、もうないで諦めてピンクこれにしましたって言っとったんやけど、あったの。ケアビアちゃん。で、買ってきた。で、買ってきた。で、プラス、あれ、どっか行ったか?あって、どこ行った?ちょっとよく買いすぎてね。ちょっと、あ、どっか消えてしまった。ちょっと後でもう一回言うわね。これも買ったけど、ちょっと後で。これね、クッキーモンスターとエルモちゃんと買ったけど、どっか行ってしまったから、後でまとめて言うわ。あとね、これ、シーリングスタンプ。このマークの、あの、プレゼントって言うやな。公開見えたか俺見えたかでいただいたんやけど、あの二つね。で、これは持ってなかったで、これ買ってきた。100円、100円と思って。あとシュシュ。いろいろね。バラバラと出していくというね。どこ行ったやろなぁ、エルモちゃん。エルモちゃん。エルモちゃんを今探してんやけどさ。あの、袋、買い物袋に入れてね、買ってきとんやけど、もうすぐ取るかどうか分からへんだもんで、一旦、あの、家のね、ゴミ袋に使用しとるね、手提げ袋に移したんやけど、エルモちゃんが、おらんなぁ、どこ行ったんやろなぁ。なんかいっぱい荷物がだらだらこぼれてたけど、どこ行ったんやろ。荷物落とした?いや、マジで分からんわ。ちょっと、わからんで、違うのから行くわね。次、これ、手芸用品売り場で、ポンポンテープ、パッテル。ピンクの、かわいくない?買ってきた。
ポンポンの可愛いなと思って。何から。で、手芸売り場で言ってたんやったら手芸売り場関連でいこうか。フリルテープコットンレース。これを、二つ買ってきたんですけど、これ一軒目で、私もお取り寄せしようと思って、これサイズが 1.2 メートルなのね。で、どこやったかな？普通にネットで買おうと思って、もう大量に10メートルとか、買おうと思って見とったら、一軒は10メートルぐらい買うとも4000円ぐらいして、もう一個安い方見つけたんやけど、そっちでも2000円ぐらいするね。で、白ときなりとあって、両方欲しいなと思うと20メートル買うとも4000いくらで、それとそれは無理やったかな？忘れたけども、そのぐらい、まあ、5000近くいるのよ。で、これ、頼むと、10メーターでも1100円やん。10個やったら、1.2 が10個やったら10メーターいいけどね。で、20メートル買っても2200円安いやんと思って、注文しに行ったら、なんてかな。何セットって言ったかな。なんか、要は、きなりと白が選べない、注文の仕方しかできやんらしくて、本当は10個10個ってお願いしたんやけど、それはちょっと選べないんで注文できないんですって言われて、いや、じゃあ、色関係なしにできるんですかって聞いたら、その人はちょっと分かってなくて、注文できるんかなって心配して、別の、もうちょっと先輩の方に聞きに行ったら、そしたら、アソートセット、アソートセットのものは、色指定ができない。てか、初めは注文できないって言われたけど、で、聞いたら、何これ、なんか入っとんな。まあ、いや。そしたら、なんか、要は色指定じゃなくて、何が入ってくるか分からんけど、10個で、いいですよって言うなら取れますって言われたもんね。今10個じゃないとは思うけどね。10個単位とかもちょっと忘れたけど。なので、じゃあもう、10個セットに2セットで20個分ね、取ってくださいって言って、もう白でもきなりでもどっちでもいいですからって言って、頼んできた。もう前にね、白もきなりも買っとんやけどね。その、使った後のね、テープを、テープとかこのね、紙だけ持って、で、注文しに行ってきたっていうね。また入ったらね、紹介します。アホで買ってよくんで。だから、種類ごとにさ、紹介したいんやけど、なんかどこに何が行ったかわからんよ、もう本当にもう。ちょっと当たってた。で、続きまして、まだ手芸からちょっと離れるんやけど、これ、ヘアアクセなんだけど、マルチワイヤーポニーって言って、巻くだけ。ゴムで結んで、その上にくるくるくりってワイヤーが入ってるので、それを巻きつけりゃいいだけのもので、私髪の毛めっちゃ少ないもんで、先でこれシュシュ買ったんやけど、これね、こうやってやっても、私こっから髪の毛ちょろんで出るだけなんですよ、一束にしても。なのでね、ちょっと。だからほんと一部、こう、バレッタで止めるっていうのも、かなりちっちゃなバレッタじゃないと、普通の大きなバレッタでバーンって止めようと思ったら、多分全部束ねてもストンって落ちるタイプなのよ。ぐらい髪の毛少ないんよ。で、これやったら、そんなボリューム出やんかなと思ってさ、ちょっと開けてみようか。でも髪の毛ね、今ちょっと長いんやけど、切る予定な。ちょっとボブにしようかなと思って。だからって言われたけど、髪の毛全然手入れしてないもんでさ、ちょっと短くしようかなと思って。めっちゃ長いな。こういう感じのね、ものなんやけど、こうやって巻きゃいいだけのものなんやけど、最悪さ、私髪の毛少ないでさ、真ん中ぐらいどこや。この辺にしてさ、真ん中ね。して、ちょい1個ぐらいか、1個ずつぐらいこうやって巻いて、変なし、こうやってぶら下がっとっても可愛いかなと思って、とにかくね、髪の毛少ないの。人から見りゃもうあんたハゲてるんちゃうっていうレベルの少なさな。ハゲてるんちゃうって。ハゲっていう言葉使っていいんかな。考えるけど。でも本当に同情したくなるレベルなの。中学校の時から、中学生、私がね、中学生の時にね、自分の、今、疎遠になってる兄に、まあ、ハゲとんぞって言われたでさ。それはあんた髪の毛多いでそう見えるわなと思いながらも、ハゲてねえわと思いながらも。そのぐらいね、さっき言われるほど薄いんて。
まだエルモちゃんどこかどうなさった私どっかなくしたもしかしてカゴに残してきたあの、買い物カゴに。あ、それあるかもしれんな。アホやでな。よくね、やるにこういうあの、一個残しみたいなアホな買い方っていうか、あの、買い方じゃないね。詰め替え漏れ。本当に探すんだけどないんだけどさ、どこ行ったエルモちゃん。言い続けて探すんだけど。マジでない。マジでなくしたかもしれん。まあ、とりあえず次行こうか。あとね、ステンレス針金。って何すんのって言われてたけど、あの、自作ブラッツを紹介してる動画を見て、おーと思って、真似したいと思って買ってみて。で、その時多分ね、はがき、その方はがきを結構使われてたもんで、真似して買ってきて作ってみようと思って。真似した。あのね、結構多分有名な人なんちゃうんかな。私がね、多分知らんだだけやと思うの。あんまりさ、人の動画見やへんもんでさ、紙物の。で、これもね、その人がね、なんちゃって、玉紐に使ってみたんで、真似して買ってきた。本当に一週間前ぐらいに気がついて、おすすめかなんかで見て、速攻でチャンネル登録して、すごいね、あの、私さ、あの、紙物ってか、その、作るものの動画って、ふわもこさんのは結構見て真似て作るのね。なぜかっていうと結構実用的やったりとか、本当に使えたりとか、あと普通に紙物の、いろいろ手作りのもの紹介されてて、その、と、お酢を交換瓶とかに、ね、あの、詰めるときのおまけって言い方変やな。詰める用の封筒に使わせてもらったり、入れ物として。うん、なんかちょっと、メインファイルと別にちょっとつけるときとかに真似して使わせてもらうんやけど、あの、それ以外は正直、その、前も言ったと思うけど、真似で作っても実用性がない。すぐ壊れる、使い勝手悪い、あの、気に入らん。いろんな理由はあるんやけど、あんまね、役に立たんって言ったら失礼だけどね。で、特に収納関係の、動画、作業動画は、私にとってはもう無意味なのよ。例えば折り紙収納です、シール収納ですとか、あの、ちっちゃな、なんだっけ、ポイントシールとかね、スティックシールとかの収納ですとか言われても、あとフレクシーの収納ですとか言われても、そんなファイルで作って収納できるような量じゃないって思っとる量がね。もうそんな、ファイルでどうのじゃなくて、もう箱ごとドーン入れな、無理とか思う量やもんで、正直そんな作業動画見たって意味がないのよ、私は。作らないから。作らないから。収納できないから。なので、あんまり、そういう人の動画を見なかったのよね。でもその人は、本当になんか、ヒントをくれるような動画を、すごい作ってみて、で、そう、あの、コラージュも、なんていうの?その、私の言うかっこいいね、かっこいいレベルのもできるし、私の好きそうな、あの、要はシールハリハリデコルだけみたいなのも、あの、あ、さっきね、その人の動画見て、さっきの、なんで、スゼリアで買った、あの、ワッペも買ったんやけどね。すごい勉強になる人の動画やったもんで、登録して、あの、新しいのを見るけど、古いのを 見ようと思って。で、こうやっていろいろ買って。それとはちょっとね、また関係ない話にしたけど、あとね、フィルム製の両面テープ欲しくて、15ミリと20ミリは持っとった。10ミリ、私ダイソーで全然見かけてなくて、たまたまね、今回ね、見かけたもんで、あの、買ってきたんやけど、ちょっと待って、電話が鳴っとるんで、ちょっと見ますね。トコチャンネル。はい、電話がね、鳴ってきたんで中断しましたけど、多分ここでね、トコチャンネルって入れるつもりないけど、あの、セリアで買ったって言っとったあの、あの、電話の説明する人ないんでね、これ、買ったって言っとった、これが入荷しましたって今、電話が来た。また近々、セリアにまた行ってきます。で、今これ説明したね。あ、ちなみにこれね、あの、売っとるのダイソーなんで、売っとるんちゃうかなと思ったけど、全然見つけてやんだもんで、諦めてね、通販で買っとったんですよ、これ。5缶ぐらい。はい、で、とりあえずね、でも多分、ある時に買っとかんと、多分見つからんやろなと思って、3つね、こっち買ってきて。多分ね、1.5 より1セットが使うんちゃうかなと思って。あの、透明のさ、
OPP ケースね、ケースじゃないわ、なんだっけ、クリアポケットか、OPP の。あれをさ、ポケットにつけたいときなんか、こういうね、透明フィルム製ので貼るといいやんか。で、多分その時 1.5 円も多分1センチで貼り付けることのが多いと思うよね。と思って1センチをね、多めに。こっちでも買っとるけど。それから、衣装。衣装か。あった出てきた、エルモちゃん。はい。じゃん。今ちょっとです。出てきたんで。はい。クッキーモンスターとエルモちゃん。かわいくない、かわいくない、これ。かわいくない。何でも何で言われそうとするんだって。めっちゃ可愛くない？もう見たときに、あって言いながらね、買うとか言いながら、買ってしまった。ここに入れとこう。超可愛い。で、また話、あ、戻すとか、これ紹介ね。これ、ちなみにこれもダイソーで見かけた。セージは私見てない。結構ね、この、さっきのケアベアとかの、結構コーナーでまとまって置いたんやけど、セサミストリートのは見かけてなかった。他の知らんキャラのもいっぱいあったけど。なんとかポニー、馬のね、あれとか。うん。これは可愛いと思って。で、服の色もね、こう、選んできて、選べるんよ。同じこの茶色みたいなの着とるのもあったけど、この色とこの色は可愛いと思って買ってきた。で、あと、デザインナイフをこの前買ったんやけど、30度鋭角カッターっていうのを前売っとんのか、前から売っとんの見とって気になっておったん。で、これ買い場がないんかなってずっと思っとったんやけど、もしかしたらホームセンに多分こう鋭角のカッターって売っとると思うよね。オルファとかあの辺のカッターナイフ。オルファやってね。私が使っとるこの、国産やけど、これね多分オルファ100均で買ったと思うんやけどさ、多分オルファってあんまりガタつきないんよね。うん。だってこういうので、このオルファとかでもこういうの出とるはずやで、買えば使えるかなと思って、だったらオルファのその、ホームセンで買いようと思うんやけど、多分ね、これは多分 100均で買ったで安いんやけど、多分この鋭角カッターになったら100円じゃないような気がして、だったら2、500円の方が安いかなって。ぐらつくかどうかはちょっと心配なとこないけど、結構細めやでどうなんかなと思ってね。あ、開けてみりゃいいか。開けてみてか調べた方が、ね、他に気にしとる人おったら気になるよね。気になるとか知りたいよね。使い心地どうなのっていうレベルの話を。よいしょ。ちょっと開けたね。こういう感じなのね、歯が。あ、やっぱでもちょっと片付くな。でも、あ、全然でも、そんなに苦になるほどのことはないな、多分。うん。そのぐらいの、あ、それ出しすぎや。出しすぎでグラグラさせたら意味ない。あ、ちょっとやっぱちょっとグラつくかな。でもね、私の使っとる黒曜はね、もう結構グラつく方やと思うよね。それでも全然。ちょっと待ってな。あ、やっぱグラつくな。あ、ぐらつくのはぐらつく。やっぱ、お金出して買っとるカッターの方が、全然安定感はあるわ。だ切れるかどうかやな。あとは切りやすいかどうかやな。やっぱちょっとぐらつくな。まあ、あと、実際に使ってみてどうかですね。ぐらつくのはぐらつきます。だから、カッター使うの苦手っていう方は、いいものを買った方がいいんじゃないかなってちょっと思った。よいしょ。まあ、ね、私はまあいいや。買っちまったものは。で、ボールチェーン、これと一緒に紹介するのが、これはね、見た YouTuber さんの方のじゃ関係なくね、単なる自分の欲しかった。あとね、タッセル前も買ったんやけど、また買ってきた。クリスマスカラーやなと思って、これ撮ったら後ろにこれがあって、その後ろもう何もなかったね。私に買い尽くせってことねと思って買ってきた。パステル系好きやでね。でもね、クリップがね、ダイソーさん2件ともそうやったけど、普通のゼムクリップが丸っこい。あれしか売ってなくて、どれだったっけ？よく皆さんがつけてくださるね。この三角形クリップ、この三角形クリップね。これ売ってなかったのよ。はい、でもセリア行って、これの金と銀があったら欲しいなってちょっと思っとんのね。
うん、いいなって。あの、結構三角形グリップにこれ達成つけてる人おるやん。私2個ぐらいもらったんだけど、そういうの。そう、ちょっと真似てね、欲しいなと思ってね。えへへ。えへへ。えへへって笑ってごまかしてね。あ、そうね。どこに何がどういった違うな。あれあ、もうわけわからん。あとね、多分これもう一個買ってきたと思うけど、ちょっとまた見当たらなくなったけど、リボン。あの自分でもね、あの、普通に結んで飾るんやけど、作ってあったら便利かなと思って買ってきた。で便利やと思ってもう一個買ってきたんやけど、今ちょっと見当たらんな。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 で、本当に見当たらんな。よいしょ。続きまして。あの、最近このハートのでっかいやつをね、ちょこちょこ買ってるんやけど、あの、パールはね、見落としとったわけじゃないけど、今まで売ってなかったっていうか、あの、多分なかったんやと思う、在庫が。まあ、そんなにダイソーも行ってないっちゃ行ってないけどね。で、たまたま今日見かけたもんで、あ、ちょっと2個買っとこうと思って。使うときでも1個2個のレベルやで2個あったらしばらく持つと思う。それかりゃー。それかりゃー。リボン、リボン、リボン。リボン、1個リボン。リボン、リボン、あれ？もう1個、あれ？また探しとるよ、リボン。リボン。見っけた、リボン。これもう一個ね、買ってあったね。はいはい。おにゃ。買った。あとね、これも買ってきました。じゃーん。なんていう名前だかな。シャイニーパステルっていうカラフルリボン。ちょっと目をほどめた。多分ね、金、ベージュ、銀なんかな。金、銀なんかな。ベージュに見えるんやけど、こんな色ね。紫とピンク。4色あったもんで、買ってきました。また手から滑り込んでた、そろそろまたやばい状態になってきたよ。うん。それで終わりわけじゃない。どうしようね。リボンついでに、そのまま脱線して、クリスマス、グッズをちょっと途中に挟むかな。あれ、またどっか、あ、ただ、ちょっとね、クリスマスグッズに行きます。まず、リボン。このクマちゃんが、あ、逆やった。このクマちゃんが可愛いと思ってね、ちょっとクリスマスリボン買ってきました。それから、あの、クリスマスのシールで、これね、買ってなかったのよ。あ、ちょっと光りすぎてる。これやな。うん。サンタさんの、ちょっとおしゃれっぽいやつ。前、クマちゃんの見つけて、テンション上げてまた買ってきてんやけど、めっちゃ買ってきた人だったと思うけど、あの、これもね、綺麗やなと思って、このキンキラキンで。クリスマスグッズ行ったで、そんなクリスマス行くわね。あとね、ペパナブ、今年は買うのやめようって思っとったん。もう、ね、やんのにまた買ってしまいました。なんかやめようと思いながら買ってしまったというね。3種類。ああ、これでまだしばらく。ペパナップ、また、数年ペパナップを、あの、お酢けファイルの中に入れるという。あと、紙コップ。あと、これもね、紙コップ、2つ。なんで2つ、うん、買ってきたかっていうと、まあ、セリアで買ったのもあるんだけど、今ね、こういうの作ってんの。作ろうとしてるの。あと、なんかわかる？あの、この同じ柄で、中もね、底敷きもして、ここはさすがに張り合うんだけど、ちょっと手持ちの可愛いカットをね、作ってみたいなと思って、まあ、シェリアさんの買って、で、あとね、これはね、このシェリアのこのカップ使っとんやけど、あと、よいしょ、よいしょ、これとこれね、2種類、あの、この、今年のね、クリスマスのりやったっけ、この子らのね、もうどう作ろうかな。絵がね、上から下まであるもんで、まあ、基本下をカットするもんで、この辺でも字切ってしまおうかなとか、いろいろね考え、これはもう模様やでどこで切ってもいいと思うけど、これもね、これもね、ここに字があるだけで、この下カットしただけなんやけど、ちょっとそれで作ろうかなって今これちなみに試作でね、作ってみたの。結構めんどくさ。ちなみになんでこれ作ろうと思ったかと、あの、グルーガンを買ったもんで、あ、グルーガン購入しようかしてないよな。
ブルーガン買ったの、こういうの。ちょっとね、もうスカートで中身あげとんやけど、こういうの。でもね、ちょっとね、使いたくてっていうか、まあ、最初はね、グルーガン使うつもりじゃなかったけど、あれ作るのね。結構、紙コップって硬くてね、のりとか両面テープとか貼るの難しかったもんで、グルーガンでつけたら結構簡単についたもんで、グルーガン買います。で、続きまして、また皿やな。皿取って。これは単純にこの絵をね、使いたい。皿としてじゃなくて。あ、これはちなみにさっきのね、やつっぽく使えないかなっていうのと、さっきみたいにこのカップをね、短くするのがめんどくさいなってちょっと本気で思ったんよ。時に、これ浅いで、このまま使えるなと思って、っていうのでね、買った。これにもうデコレーションしたらええんちゃうって。そしたらこの短いカップ作らんでもいいやんっていう、ね。で、あとこれとこれね、絵をくり抜いて使いたいなっていう。もうすでにね、セリアの方のね、なんだっけ、ちんまい皿の、こんな感じの皿の、すでにね、もうくり抜いてね、スタンバってるんです、実は。こういう感じで。楽しみにしててね。また、そればっかり言ってる。楽しみにしててね。頑張って、ぶっ倒れやん程度に頑張りたいと思うけどね。ちょっと最近また体調がね、悪い。今元気そうやろ、めっちゃ元気ねえけど、喋っとるみたいなね。朝晩ね、晩っていうか、朝か。今ちなみにもうすぐ5時、じゃない、4時半か。だけど、朝っていうか午前中ね、すこぶる体調悪くて起き上がれないのよ、まあ。なんでね、ちょっとまあ今、もう販売ファイル一旦区切りついて、12月に入ったら交換便を作り始めようと思うもんで、それまでしばしちょっと休憩しようと思って、なんかしたかったらさっきみたいなね、ちょこっとしたものやろうと思ったんだけど、まあ、これクリスマスグッズ喋りながら商品を出すなって。前ね、一袋しか売ってなくて、一袋だけ買ったんやけど、これお裾分けに、販売用のファイルに入れてやるんやけど、枚数、絵が見、ここ見えな。この5枚しかなくて、5枚しか入れてないんやけど、結構使えるよね、と思って、12月に。最近ほぼ日全然書いてないんやけど、まあ、ほぼ日書くときに使えるかなって、書いてないことどうしよう。もごもご言うな。で、セリアさんで、な、シエル、言ったときに、言ってたけど、星のね、ダイソーさんバージョン、まあ、1個で見せようか。ダイソーさんバージョン。こんなん売っとったもんで、月もあんやけどね。これに3枚。ハートのはもう大好きすぎてアホほど買ったけど。で、これもね、ちょっと大きめの、ちっちゃいの大きいの、のグリッターのね、星。これも綺麗やなと思って、使えるんちゃうと思って。これもね、2枚。買ってきやした。徐々に減ってきたぞ。あとちょっとで終わるぞ。で、デザインクラフトテープ、ケアマークのやつねんけど、これ何で買ってんですかって言われると、実は今日ね、24日で、11月24日で、今日の9時から、夜のね、9時から、販売用ファイル、メルカリの出品するんやけど、その出品したものの梱包を最後止めるときに、OPP テープでいつも止めとんやけど、ちょっと、可愛いのもちろん、可愛い、100均のね、OPP テープあんやけど、ちょっとこれで止めたらどうかなと思って。そう。基本はね、OPP テープでガシッと止めてから、これをピッて止めようかなと思って、もう、よかなと思って買ってみた。で、次、じゃじゃじゃんといっぱいいくよ。いっぱいいくよ。イラストマーカーを買ってきました。まず色からいこうか。ライトパープル、ピンク。これね、実は、結構前に買っとんのがあって、被ってないよなと思いながら買っていいんだけど、これだけ被ってしまった。あとはね、見事に持ってなかった。チョコレート、ワインレッド。で、ニューベージュ、ライトベージュ。で、これが何やろな。ブルーグレー、グリーングレー。手前でもブルーグレー、グリーングレー。で、ベビーピンク、クリームイエロー。イヤリーピンク、ピンクオークル。ピンク好きやね。ダーククールグレー、ダークウォームグレー。で、あと、クリアブレンダー。ね。こんだけ。前に買ったのはちょっと入りきってないけど、こんだけね、あるの。
それでちょっと足して買ってきてみた。で、最後に、かなり昔、いつやろな。もう忘れた頃なんやけど、昔こんなんおっさん覚えてない。私さ、その、人様の動画でさ、これを見てさ、欲しいと思って見に行って、売ってなかったん、ダイソーでね。で、取り寄せれるかなと思って見てもらったら、メーカー欠品になっとって、残念やったん。やけど、今日行ったら、あったの。だから、買ってきた。全種類かどうかわからんやけど、8個あったん。これどうなんで？なんか知ってる人でもっと10個ぐらいあったよっていうのは教えてください。とりあえず、置いてある箱がね、全部満タンじゃなかったのよ。で、こう、綺麗に並んどったら、で、抜けとんやったら、ああ、この種類やと思うんやけど、結構ね、綺麗に並んでない箱と綺麗に並んどる箱があって、で、こっちはね、多分4種類しか置いてなかったはずなの。で、こっち、もう一個のね、もう一個の箱、これ今から見てるけどね、こっちね。うん。これ100円で安いよな。メルカリで300円以上って書くんやけどさ、多分このぐらい以上、いや、このぐらいぐらいは入っとって300円以上だったで、とりあえず100円で安いなって買ってきたのよ。もうね、追加で買うよりここで買えみたいな。で、あとね。で、こっちは、綺麗に並んでなかったもんね。で、こっちが多分綺麗に並んどって4種類やで、こっちも4種類なんかなって。いや、もしかしたら別の箱がもう一個あったような気もせんでもない。なんかスパンコールあったよね。確か。ね。それ、スパンコール多分あったと思う。これ多分これ以外に別種類がもう一個あっちゃうかなと思うんやけど、確かスパンコールあったよな。ええなと思って見とったのがスパンコールや。うん。それはなかったわ。一品調べよう。ダイソース、ネットストアで。ちゅうことでね、どうだ、なだれしてないぞ。あ、ちょっとカメラぶつけた？ちょっとそれどんな、怖いやな。まあいいか。あ、なんかでぶつけた私、まあいいや。映っとるね、まあ、今までで。まあいいか。ちゅうことでね、なだれ図に、この辺映ってるのね。まあ、こんだけ、やばい、やばい。まあ、こんだけね、ごちゃ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 と、買ってまいりました。はい。ということで、以上で、購入紹介終わりたいと思います。この後頑張って、販売用ファイルの梱包していきたいと思います。最後までご視聴していただきありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。